解説。うちはね、皆さん、マトルーシャです。で、皆さんもう私なんか入ってるでしょ。だから全員採用されてるんです。すでに、ね。新たに何かを採用するってことは絶対ありません。ね、だけど、落第はあります。でも、ある意味、卒業でしょ。うちは卒業するんじゃなくて、落第させるんです。卒業させるんです。あなた方は落第し、また卒業するんでしょ。卒業させられるんですか。じゃあ、それは落第なんです。ね。その評価っていうのは、誰が決めてもいいし、ご自分で決めてください。ね。卒業したのか、卒業させられてしまったのか、どちらにしろ追放されるんだったら、どちらの評価で思いなすることは、あなた方の勝手でしょ。ね。こっちは出てけって言ってると、そっちは、ああ、卒業やった。やっとあの女から解放や。ざまあ、って、うちから去ることもできるのに。さっきの採用試験のに。ね。粘っておしゃあないでしょ、うちは。ね、うちの中に住みたいんでしょ。それやったら、うちの中でどういうカンパニーに属するか、一生懸命、ね、勉強してください。ね。村八分にならないのに一芸に引いてるって、うん、ね、最後、鳥にピンタンだって言った女の子。でも、あれじゃひよこでしょ。仮に飛んだとしても。仮に鳥になりだとしても、仮に天使だとしても、でも、あれじゃひよこでしょ。ね。ひよこは雇ってもらえないんですか？うん。ひよこは雇わないでしょ、普通。鳥なら鳥で完成してないと。ね。いくら鳥で完成してでも、人間から見たらひよこですからね。でしょ？だって、会社って、そんな簡単なとこじゃないですよ。クレームも来るし。ね。お約束ですから、雇用しますがばってないですよ、そんな。それとゴミ処理の時に、お約束ですからリストラです。ゾラってやられるじゃないですか。ね。お約束でこれをされたら、お約束でリストラされるでしょ。ね。就職するのが当たり前の時代の人たちは、今、リストラされてませんか、ね、それに、雇用しろ雇用しろ、なんで雇ってくれないんだって。雇うのが当たり前だろっておかしいでしょ。ね。誰かを雇うのは当たり前ですけど、なぜあなたを雇うのが当たり前なんですかって、今の、ね、面接のね、係長言ってたんじゃないですか、ね、ただし、うちに関しては皆さん、もう、うちの中に入ってしまってるから、この話聞いてるわけであって、採用もクソもないですよ、うちは。ね。でしょ？うちから言わせれば、落第だらけですよ、皆さんは。